ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスは、イングランド王チャールズ1世の王妃。イングランド王妃、スコットランド王妃、アイルランド王妃の称号を持つ。フランス語名は、アンリエット・マリード・フランス。息子に、チャールズ2世とジェームズ2世の二人、孫に、メアリー2世、ウィリアム3世、アンの三人の君主がいる。カトリック信者だったために、イングランドでは、 人気がなく、国教会での退官を拒否したため、王妃としての退官式は一度も行われないままだった。ご半生は、新京都革命により不穏となったイングランド国内の対応に追われるようになり、第一次イングランド内戦が最高潮となった1644年に、末娘のヘンリエッタ・アンの出産直後に、故国フランスへの亡命を余儀なくされた。 そして1649年に夫であったイングランド国王チャールズ一世が処刑され、ヘンリエッタ・マリアは経済的苦境に陥っている。フランスではパリで亡命生活を送っていたが、1660年の王政復古で長男チャールズがチャールズ二世としてイングランド国王に即位するとともにイングランドへ帰還した。 しかしながら1665年には再びパリへと戻り、4年後の1669年にコロンブで死去し、歴代フランス王家の墓所とも言えるサンドニ大聖堂に埋葬された。イングランド人が入植した北米のメリーランド植民地は、チャールズ2世がヘンリエッタ・マリアにちなんで名付けた地名で、現在もアメリカ合衆国メリーランド州としてその名を残している。 フランス王女時代が、ピッテ美術館、所蔵1609年に、パリのルーブル宮殿で、フランス王アンリ・四世と二番目の王妃、マリー・ド・メディシストの第六子として誕生した。誕生日は11月25日とされているが、11月26日と、する説もある。当時のイングランドでは、グレゴリオ歴と共に、ユリウス歴も依然として使用されており、ユリウス歴に従って、 ヘンリエッタ・マリアの誕生日を11月16日としている記録も存在する。アンリエット・マリーはブルボン王家の着出しフィーユド・フランスであり、アンリ・4世の後に即位するルイ13世の末妹である。不応アンリ・4世はアンリエット・マリーが一切にも満たない1610年5月14日に暗殺され、数年後には 母マリード・メディシスも兄類13世との関係が悪化し王宮から追放されている。1619年に姉クリスティーヌがサボヤ港、ビットーリオ・アメデーを一世と結婚してフランスを去ると10歳のアンリエット・マリーは一人前の姫君として扱われるようになった。彼女は他の姉たちと同様に乗馬、舞踏、歌唱などの手ほどきを受けており、 王宮で行われるる寸劇に参加することもあった学術的な才能があったかどうかについては定かではないが、カルメル界の強い影響のもとでカトリック信者としての信仰を育んでいったことは確かである。1622年頃には200名ほどの従者に囲まれてパリで暮らしており、アンリエット・マリーの結婚話も次第に本格化しつつあった。 チャールズ一世との結婚、アンリエット・マリーが、イングランドをチャールズ一世と結婚したのは1625年6月13日のことで、当時のイングランドは短期間とはいえそれまでの親スペイン政策から、親フランス政策へと変わりつつあった。結婚当初の両者の関係は、 良好とは言えなかったが、後に極めて親密な夫婦関係を築くことになった。ただし、彼女はイングランド社会に馴染めず、チャールズと結婚するまで英語を話した経験がなく、結婚後20年以上経った1640年代後半になっても、英語での読み書き、会話に不自由するほどだった。このことと熱心なカトリック信者だったことが相まって、 当時のイングランド社会からは異端視され、宗教的にも不寛容な王妃であるとみなされるようになり、イングランドの一般大衆から徐々に人気を失っていった。1630年代のヘンリエッタ・マリアは、生来政治に無関心で、無教育、軽率な人物であると評価されているが、信心深さ、女性らしさ、芸術に対する講演などに、 一定の個人的な美点を乱す意見もある。アンソニー・バンダイクが1633年に描いた、チャールズ一世とヘンリエッタ・マリア、王太子チャールズとヨークコー、ジェームズの肖像画。チャールズ一世の足元に描かれているグレイハウンドは、夫婦間の定説を象徴している。ロイヤルコレクション所蔵ヘンリエッタ・マリアが最初に、未来の夫たるチャールズに出会ったのは1623年のパリである。 当時のチャールズはまだ王大使で、重心のバッキンガム公、ジョージ・ビリアーズと共に、スペインをフェリップ3世の第二王女マリアーナとの演談をまとめるために、スペインのマドリードへと向かっていた。この旅の途中で、チャールズがパリに立ち寄った時に、フランス王宮で開かれた歓迎の晩餐会が二人の初対面となった。しかし、スペインとイングランドの縁談は、フェリプ世の息子で、 マリアアナの兄のフェリペ4世は妹との結婚の条件としてチャールズのカトリックへの改修とイングランド、スペイン間で結ぶ条約の保証として結婚後1年間はチャールズがスペインで暮らすことを求めたために成立しなかった。スペイン王女マリアアナとの結婚話が流れたチャールズはフランス王家に新しく花嫁を求めた。 1624年に国王の代理人ケンジントンが王太子妃にふさわしい女性王族を探すためにパリに派遣され、最終的にはカーライル博、ジェームズ・ヘイト・ホランド博ヘンリー・リッチがパリでチャールズとヘンリエッタ・マリアとの演談をまとめ上げた。結婚時のヘンリエッタ・マリアはわずか15歳だったが、当時の王女の結婚年齢としては異例の若さというわけではない。 ヘンリエッタ・マリアの要望については人によって異なる見解が存在している。チャールズの名にあたるプファルツ先帝公、フリードリヒゴセイとチャールズの姉、エリザベスの末ス娘ゾフィーは32歳頃にあったヘンリエッタ・マリアについて、バンダイクが描いた素晴らしい肖像画を通じて、私はイングランドの女性は美しい方ばかりだと思い込んでいました。しかしながら驚いたことに、 肖像画であれほど、美しくスラッとしていたイングランド王妃は、実際にお会いしてみると、とっくに森を過ぎてしまった女性でした。ひょろ長い、痩せた腕、かしげた方、さらに、まるで牙のように口からはみ出した歯をした方でしたと、書き残している。しかし、綺麗な目と鼻、美しい顔色をしていた、ともされている。イングランドに腰入れしたヘンリエッタ・マリアは、非常に多くの持参金。 美術品、衣装を持ち込んだ。ダイヤモンド、真珠、指輪、ダイヤの飾りボタン、サテニアベルベットのガウン、豪奢の刺繍飾りのマント、1万ルーブル相当の食器、シャンデリア、絵画、書物、礼服、シング一式などで、さらに、フランスで選ばれた12名の、神谷洋ラトリオ会修道女と、次女も随行していた。ヘンリエッタ・マリアがチャールズとの代理結婚式を、 あげたのは1625年5月11日で、チャールズがイングランド王位について間もなくのことだった。正式な結婚式は1625年6月13日のことで、ケント州カンタベリーの聖王ガスティン修道院で、挙行されたが、カトリック信者だったヘンリエッタ・マリアは、英国教会での退官を拒否した。ヘンリエッタ・マリアは、フランスのカトリック主教から退官を受けることを、 申し出たが、チャールズ一世とイングランド王宮にとって、この大替案は、到底受け入れられるものではなかった。結局ヘンリエッタ・マリアは、チャールズ一世が一人で体感するところを、目立たない場所から見ることを許されただけだった。この退官式でのいざこざが、ロンドン市民のヘンリエッタ・マリアに対する心象を、激しく悪化させることとなり、イングランドの親フランス感情も、 ユグノー反乱におけるプロテスタントへの支持に移行しつつあった。そしてイングランドの国内問題が悪化するとともにイングランド国民はヨーロッパ諸国の政治情勢への関心を失っていった。カトリック信仰とヘンリエッタ・マリアの側近、ヘンリエッタ・マリアとコビジェフリー・ハドソン・アンソニー・バンダイク、ナショナルギャラリー蔵ザルは通常であれば、 小人のような道家に対する相談相手の象徴として描かれることが多い。しかしこの作品ではヘンリエッタ・マリアが集めていた異国の動物を表現しているとされており、背後のオレンジの木はヘンリエッタ・マリアが庭園を好んでいたことを表していると考えられている。ヘンリエッタ・マリアは非常に熱心なカトリック信者で、このことがイングランド王妃としての立場だけではなく、 結婚当初の夫婦生活にも大きな影響を与えている。チャールズ一世はヘンリエッタ・マリアのことを単にマリアと呼んでおり、イングランドの大衆もメアリ王妃と呼んでいたが、この故障はチャールズ一世の祖母で同じくカトリック信者だったスコットランド女王メアリとのあてこすりでもあった。ヘンリエッタ・マリアは自身のカトリック信仰を隠すことはなく、 目に余る悪びれようともしないとまで言われていた。カトリック家庭の長男を強制的にプロテスタントとして育てるべきではないかという世論を妨害し、当時のイングランドの法律では違法だったカトリック式の結婚式を擁護しようとした。また、1626年7月にヘンリエッタ・マリアがタイバーン形状で処刑されたカトリック信者のために、 祈りを捧げたことが激しい論争となっている。1620年代のイングランドでは、カトリック信者が弾圧されており、このことがカトリック信者のヘンリエッタ・マリアを激怒させたのである。後に、ヘンリエッタ・マリアは、フリードリヒ5世の三男かつ、ゾフィエの兄で、夫の老いにあたるカルバン主義者のルパートが、イングランド滞在している時に、カトリックへの改修を進めたが、これは、 失敗に終わっている。ヘンリエッタ・マリアはフランスから多くの高年法のカトリック信者の随行員を伴っていた。チャールズ一世は王妃を取り巻くこれら側近のために結婚生活がうまくいっていないと不満を漏らしている。また、当時のイングランド王宮ではフランス文化の影響が強く、フランス語がより礼儀正しく上品な言葉として王宮内で用いられてもいた。 そしてチャールズ一世は1626年6月26日にヘンリエッタ・マリアにフランスから随行してきた人々のイングランド王宮からの追放を求めた。ヘンリエッタ・マリアはこのことに大きく憤慨し、さらに追放令を受けた、随行員の中には、メンデス司教のように王宮から出ていくことを拒否した、上に自分たちのイングランド王宮における立場は、 フランス王から正式に認められたものだと訴え出る者もいた。最終的にチャールズ一世は随行員たちを強制的に王宮から排除するために武装した衛兵を使わざるを得なかった。しかしながらチャールズ一世の命令にもかかわらずヘンリエッタ・マリアの元には個人付き聖職者、長財司祭、ロバート・フィリップらフランスからの側近が7名残されている。 チャールズ一世による、この追放令は、ヘンリエッタ・マリアの浪費癖と大いに関係がある。結婚当初のヘンリエッタ・マリアの金遣いの荒さは、桁外れで、支払いに数年かかるような負債を抱えることすらあった。最初に、ヘンリエッタ・マリアの財政管理を担当していたのは、ジャンカイユだったが、1626年に、トトネス・ハク、ジョージカルー。 1629年には順断尺、リチャード・ウィント担当者が変わっている。しかしながら、金のかかるフランスからの側近の半数近くを遠ざけ、財政管理担当者を一新しても、ヘンリエッタ・マリアの浪費はやむことがなかった。チャールズ一世から多くの贈り物を受け取っていたにもかかわらず、1627年には秘密裏に借金をしており、 イングランド内戦が勃発する直前まで多くの高価な衣服を購入し続けた記録が残っている。それから数年の間にヘンリエッタ・マリアの周りに新たな側近層が形作られた。セント・オルバンズ博ヘンリー・ジャーミンがヘンリエッタ・マリアの長身となり、1628年には副自従の職に就いた。デンビ博夫人スーザン・フェイルディングは王室助官庁に就任し、 個人的にもヘンリエッタ・マリアの親友となっている。また、ヘンリエッタ・マリアは宮廷にジェフリー・ハドソンやリトル・サララ数名の小人を雇い入れている。1630年までにヘンリエッタ・マリアは自身の邸宅としてサマセット・ハウス、プラセンティア宮殿、オート・ラーンズ宮殿、ノンサッチ宮殿、リッチモンド宮殿、ホールデンビーハウスを与えられ、さらに1639年には チャールズ一世がヘンリエッタ・マリアのためにウィンブルドンハウスを購入している。これらのほか、ヘンリエッタ・マリアは珍しい犬、猿、鳥なども買い入れている。ヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世、ジョン・ホスキンズが1632年頃に描いたヘンリエッタ・マリアのミニアチュール。ロイヤルコレクション所蔵結婚当初のヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世の中は良好なものではなく、 チャールズ一世がフランスからの側近を追放してからも関係はなかなか好転しなかった。結婚当初のヘンリエッタ・マリアが心を開いたイングランド人にカーライル博の夫人ルーシー兵がいる。ルーシーの夫はチャールズ一世が徴用した側近でヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世の結婚をまとめ上げた人物である。ルーシーは経験なプロテスタント信者で その美貌と際だった個性を謳われた女性だった。当時のルーシーはバッキンガムの愛人ではないかと噂されており、現在でもルーシーがヘンリエッタ・マリアに近づいたのは新しい王妃の下でのバッキンガムの立場を強化するためではないかという説がある。いずれにせよ、1628年の夏頃にはヘンリエッタ・マリアとルーシーは親密になり、ルーシーは 妃付月の助監に選ばれている。しかしながら、1628年8月に、バッキンガム公が暗殺されると、チャールズ一世に対して、それまで、バッキンガム公が担っていた役割を果たす家臣は出て、来なかった。ヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世の関係は、急速に深まり、強い信頼と愛情関係を築き出し、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世の間には、 明るい冗談が耐えることがなかった。1628年に、ヘンリエッタ・マリアは、最初の子供を見ごもったが、1629年3月13日に、ひどい難産の末に死産している。1630年には将来イングランド王チャールズ2世として、即位する男児が生まれたが、王室 G、テオドールド・マイエルヌは、 この出産も難産だったことを記録している。そして、王太子を出産したこともあって、ヘンリエッタ・マリアは、過去にバッキンガムが果たしていた、チャールズ一世の最も身近な相談相手という役割を事実上手に入れることとなった。1634年に、ヘンリエッタ・マリアは、それまでお気に入りだった、ルーシー・ヘとの交際を完全に停止し、 チャールズ一世と過ごすことを最も重要視し始めた。ヘンリエッタ・マリアとルーシーが不仲になった原因は明らかになっていない。カトリックのヘンリエッタ・マリアから見れば、敬虔なプロテスタントだったルーシーの生活は放送に移り、さらにルーシーの自信に満ちた態度とその美貌に何らかの不安を感じたのではないかという説もある。芸術の講演者として、 アンソニー・バンダイクが1632年に描いたヘンリエッタ・マリア。ロイヤル・コレクション所蔵ヘンリエッタ・マリアは芸術に強い関心を抱いており、宮廷行事の構想など様々な形で芸術活動を支援している。さらにヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世は絵画作品の熱心で白色な収集家だった。ヘンリエッタ・マリアがパトロンとなった芸術家の内著名な人物として、 1626年にフランスから招兵したお気に入りの宮廷人、フランソワ・ド・バストン・ピエールと共にイングランドへ招かれたイタリア人画家オラツィオ・ジェンティレスキが挙げられる。オラツィオとその娘で同じく画家の道を選んだアルテミジア・ジェンティレスキはプラセンティア宮殿クイーンズ・ハウスの大規模な天井画製作に携わっている。イタリア人が家グイドレにもヘンリエッタ・マリアンが好んだ画家で その他にミニアチュール作家のジャンプティとジャック・ブールディエの講演者になっている。チャールズ一世が絵画や美術品に多大な興味を持っていたのに対し、ヘンリエッタ・マリアは歴代スチュアート王族の中でも最も重要な仮面劇のパトロンとなっていった。ヘンリエッタ・マリアは劇作家ウィリアム・ダブナントが1640年に発表したサルマキスの略奪など、 多くの仮面劇に自身で出演しているほか、1638年に、ダブナントがイングランド警官詩人の称号を手にしたことにも力を貸している。さらに作曲家、ニコラス・ラニエーのミュージカル作品に支援を行っている。プラセンティア宮殿のクイーンズハウス。ジェームズ一世ヒアン・オブデンマークが計画したが、アンの死によって中断されていたものをヘンリエッタ・マリアが出資し、 イニゴー・ジョーンズの設計で完成した。ヘンリエット・マリアは彫刻や建築といった立体芸術にも興味を示し、デザイナーのイニゴー・ジョーンズを王室映像局長官として採用し、1630年代に多くの建物を建造させている。また、チャールズ一世と同じく、ヘンリエット・マリアは園芸そのものではなく庭園の設計に熱中した。 フランス人造園家、アンドレ・モレを雇い入れ、ウィンブルドンハウスにバロック様式の庭園を作らせている。ヘンリエット・マリアは、フランス人彫刻家、ユベール・ル・スールも講演しており、外観こそ簡素ではあるが、内装が金銀で装飾された聖遺物箱をはじめ、絵画、彫刻、庭園、さらにはルーベンスが描いた祭壇がフランスはデュサルトがデザインした。 生体剣時代などで豪華に飾り立てられた壮大な浪費として、悪名高かった礼拝堂の建設にも一役買っている。1640年代にかけて、イングランド、スコットランド、アイルランドの三国を巻き込んだ新京都革命、さらにイングランド内戦が勃発し、イングランドでは国王派と議会派が激しく対立した。王妃ヘンリエッタ・マリアは、 この対立に大きく巻き込まれ、最終的には、夫たる国王チャールズ一世の処刑と、自身の母国フランスへの亡命という結果となった。この内戦下で、ヘンリエッタ・マリアが、どのような役割を果たしたのか、国王派の敗北に、どの程度の影響を与えたのかについては、様々な議論がある。伝統的な見方としては、気が強い王妃が、気の弱い国王をそそのかして、道を誤らせ、 最悪の結果を招いたという説がある。イギリス人歴史家、ベロニカ・ウェッジウッドは、ヘンリエッタ・マリアが、チャールズ一世に絶え間なく及ぼしていた、影響力を、彼は、宗教以外のあらゆることについて、彼女の助言を求めたとし、国王の諮問機関の正式なメンバーに、ヘンリエッタを任命できないことに、チャールズ一世は不平を持っていたとしている。九百七十年代には、 ヘンリエッタ・マリアが政治方面で果たした役割はごく限定的なもので、チャールズ一世は自分自身で多くのことを決定していたとする別の説が唱えられた。クイントン・ボーンもチャールズ一世は王妃を深く信頼していたが、政治に関する王妃の意見に耳を傾けることはほとんどなかったと結論付けている。これらの見解よりもさらに新しい第三の説としてヘンリエッタ・マリアは 政治力を行使して、国王派と議会派の対立に介入したというものがある。ヘンリエッタ・マリアの言動が、直接的ではないにせよ、チャールズ一世の選択肢をどんどん狭め、その行動へ影響を与えていったという説である。イングランド内戦前1632年の1635年頃に、アンソニー・バンダイクが描いたヘンリエッタ・マリアの肖像が、1630年代終わりに、 国王派と議会派をはじめとする各派閥の対立はイングランド社会全体を巻き込んで緊張の度合いを深めていった。宗教、社会、道徳、政治権力などに関する論争がイングランド内戦の勃発前に最高潮に達していた。このような社会的情勢の中でヘンリエッタ・マリアの強固な宗教観と王宮での 暮らしぶりは、イングランド内戦が起こる1642年までに、ほとんどの市民から個人的な尊敬も忠誠心も得ることのできない、極めて不人気な王妃となっていた。ヘンリエット・マリアは、カトリック信者への共感を依然として持ち続けており、1632年には、サマセットハウスに新しくカトリック礼拝堂の建設を開始している。 ヘンリエッタ・マリアが新しく建てさせた外装こそ簡素ではあるが税を凝らした内装のカトリック礼拝堂の完成式典は1636年に華々しく挙行された。そしてこのことがイングランドのプロテスタントたちに大きな警戒心を抱かせる結果となったのである。ヘンリエッタ・マリアの宗教的な活動は17世紀当時のヨーロッパにおける現代的なカトリック教義を イングランドへと持ち込むことに重点を置いていたように見える。事実、ヘンリエッタ・マリアの周囲には、感化されて、カトリックに改収するものが続出している。歴史家のケビン・シャープは、1630年代終わりのイングランドには30万人以上のカトリック信者がおり、イングランド王宮内でもカトリック信者であることが、近畿とは見なされていなかったとしている。そして、 チャールズ一世はカトリック信仰に対して明確な態度を示さず、旧帝人のカトリック回収を阻止する策を講じなかったとして大きな批判にさらされ始めた。また、ヘンリエット・マリアはカトリックの司祭だったリチャード・ブラントが1638年に死去した際に自身の個人礼拝堂で鎮魂ミサを開くことすらしている。さらに1630年代を通じて、 王宮で開催される仮面劇への出演を続けたこともイングランド社会のピューリタン層から批判を受けた。ヘンリエッタ・マリアが仮面劇で好んで演じたのはキリスト教統一、カトリック、精神的愛情を来賛する役だった。イングランドのプロテスタント社会からのヘンリエッタ・マリアに対する不満は徐々に憎悪へと変わっていった。スコットランド人医師にして ピューリタン牧師だったアレクサンダー・レートンは、チャールズ一世が主催する、聖質調において、宗教的な理由で有罪とされ、習慣される前の1630年に、ヘンリエッタ・マリアを激しく糾弾する小論文を発表している。また、1630年代終わりには、ピューリタンの間で有名だった、放送家、ウィリアム・プリンも、劇記に出る女優たちは悪名高き売春婦ばかりだという。 仮面劇に出演するヘンリエッタ・マリアに対する明らかな当てこすりを書いて耳そぎの刑に処せられている。ロンドンの大衆はカトリックへの信仰制限を契機として発生した1641年のアイルランド反乱をヘンリエッタ・マリアの責任に返しイエズス会がヘンリエッタ・マリアをカトリックの象徴に祭り上げて引き起こした組織的反逆であるとみなしていた。 実際のところは1630年代のヘンリエッタ・マリアがロンドンの大衆に姿を見せることはほとんどなくチャールズ一世と共にほとんどの時間を王宮内で過ごしていた。これは国王夫妻が私生活を重要視していたことと宮廷内の祭事に時間をかけていたためだった。エドワード・バウアーが1640年に描いたジョン・ピムの肖像画、ピムは 議会派初期における主導的な政治家で国王夫妻を激しく急断した。ナショナルポートレートギャラリー所蔵1641年までにジョン・ピム率いる議会派の議員たちが国王チャールズ一世への圧力を強め出したが、ピム自身も主教戦争などいくつかの内乱に関与したとして苦境に立っていた。しかしながら議会派議員は チャールズ一世への側近だったカンタベリー大主教、ウィリアム・ロードとストラフォード伯爵トマス・ウェントワースを強引に逮捕し、処刑に追い込んだ。次にピムはチャールズ一世にさらなる圧力をかけるために王妃ヘンリエッタ・マリアに目をつけた。1641年の終わりにはチャールズ一世への弾劾文といえる議会の大感想が議会で可決されている。この感想に、 ヘンリエッタ・マリアに直接言及した箇所はなかったが、文中で球断されているローマ・カトリックの陰謀にヘンリエッタ・マリアが関与しているとほのめかされているのは誰の目にも明らかだった。このような情勢下でヘンリエッタ・マリアの長身で1630年代にカトリックへと改修した戦闘オルバンズ博は1641年に イングランドを離れて大陸への逃避を余儀なくされた。ヘンリエッタ・マリアは、チャールズ一世に、ピム一派への断固たる処置を望んだとされる。そして1642年1月に、チャールズ一世が下した反国王派議員の逮捕命令にも、ヘンリエッタ・マリアの意思が働いていると信じられているが、この説を裏付ける確実な証拠は存在していない。結局、チャールズ一世による、 韓国王派議員の逮捕は失敗に終わり、ピム一派はチャールズ一世が派遣した高速兵から逃れることに成功したが、これは以前ヘンリエッタ・マリアの友人だったルーシー兵が韓国王派議員に逮捕の情報を漏らしたためだという説がある。ここに至って韓国王派の反発は頂点に達し、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世は政治の中心である。 ホワイトホールにあった宮殿からハンプトンコート宮殿へと陰性することとなった。当時の在英フランス大使ラフェルテアンボ防公爵はフランス出身の王妃ヘンリエッタ・マリアへの反感がフランスへの攻撃となることを回避しようと努めているがチャールズ一世とフランスとの関係については全く無関心だった。ラフェルテアンボ防公爵はヘンリエッタ・マリアに身辺に気をつけることと ピムとの和解を進言している。しかしながら、イングランド情勢は確実に内戦へと向かっていき、ヘンリエッタ・マリアは自身の安全とカトリック信仰が及ぼす影響、さらにはチャールズ一世から距離を置くことによって王室に対する民衆の反感を和らげるために、2月にオランダのハーグへと今日移した。第一次イングランド内戦イングランド内戦前の1632年頃に、 ゲンドリック・ヘディッツ・ポットが描いた、チャールズ一世、ヘンリエッタ・マリア、王太子・チャールズ。国王夫妻は、イングランド内戦中にはほとんど離れ離れに、暮らしており、所管で連絡を取り合っていた。ロイヤル・コレクション所蔵追2642年8月に、イングランド内戦が勃発し、ハーグに滞在していたヘンリエッタ・マリアは、死痛、頭痛、風邪、咳などに悩まされつつも、 イングランドの国王派支援のために軍資金の調達を開始した。主にイングランド王冠の宝飾を担保にしてオラニエクゲやデンマーク王家に国王派への助力を求めている。しかしながらヘンリエッタ・マリアの資金調達は容易には成功しなかった。王冠に散りばめられていた宝飾には 莫大な価値があり簡単に売り裁けるものではなかった。上に、王家伝来の宝物を売却することは、政治的観点からも非常に危険な行為だった。さらに買い手の立場からしても、ヘンリエッタ・マリアによる法的根拠のない私的な売却だったとして、将来イングランド議会から宝石の返還を強いられる可能性があったため、おいそれと購入するわけにはいかなかったのである。最終的に、 ヘンリエッタ・マリアは王冠の特に小さな宝飾を担保として目標には届かなかったものの軍資金を調達することに成功した。しかしながらヘンリエッタ・マリアが宗教紛争を解決する武器を購入するために外国人に王冠の宝飾を売却したと報道機関に発表したことがイングランド国内における王妃の評判をさらに悪化させる結果を招いてしまった。 ヘンリエッタマリアは当時ヨークに滞在していた国王チャールズ一世に対して断固たる姿勢を示すことと軍事上重要な公安都市キングストン・アボンハルを早急に確保することを促したがチャールズ一世への対応は父として進まずにヘンリエッタマリアの怒りを買っている1643年初頭にヘンリエッタマリアはイングランドへの帰還を起きとした一度目は ハークから船でイングランドを目指したが、途中で暴風雨のために沈没寸前となり、船出した港へと引き返すことを余儀なくされた。また、同時期にヘンリエッタ・マリアは、議会の要請で出荷が停止されていた船一隻分の武器を早くイングランドへと送るように、オランダに働きかけたりもしている。ヘンリエッタ・マリアが二度目に、 イングランドへと帰還しようとしたのは1643年2月末のことで、この時にお抱えの先制術師が天才に見舞われるだろうと予言していたが、それを無視しての船出だった。この時のイングランド帰還は成功し、議会派が派遣した海軍の妨害を切り抜け、ヘンリエッタ・マリアはヨークシャーのブリットリントンに軍隊、武器と共に上陸することができた。追跡してきた。 議会派の軍艦がブリッドリントンを砲撃し始めたためにヘンリエッタ・マリアの一行はすぐに近隣の場所へと避難せざるを得なかったがこの時従者に置き去りにされた愛犬のッテを助け出すためにヘンリエッタ・マリアは砲弾が降り注ぐブリッドリントンへと戻っているチャールズ一世のオイルパートイングランド内戦では国王派軍の指揮官として戦い抜き王政復古後には初代 カンバーランド公に除されて、海軍教に任じられた。その後、ヨークで一息ついたヘンリエッタ・マリアは、忠実な王党派である、ニューカッスル派、ウィリアム・キャベンディッシュから艦隊を受け、モントローズ公、ジェームズ・グラハムの圧戦により、スコットランドの国王派や、反議会派と現状打派に向けて議論する機会を得た。さらにアントリム派、ランダル・マクドネルのアイルランドを根拠地として、 イングランドのチャールズ一世に兵を送り、議会派に対抗するという軍略を支持している。ヘンリエット・マリアは、チャールズ一世に完全な勝利をもたらすため、全勢力をつぎ込み、議会派が持ち込む妥協案は死賀にもかけなかった。議会派の司会、ピムやハムデンからの講和条約を締結するために、チャールズ一世に働き変えてほしいという心象を一周し、 即座に議会から弾劾されたこともあった。こうした動きの一方で議会ではサマセットハウスにヘンリエッタ・マリアが建てたカトリック様式の個人礼拝堂を取り壊す決議とこの礼拝堂を管理していたカプチン会修道士の逮捕とが投票にかけられていた。そして3月に議会派の庶民院議員ヘンリー・マーティンとマッセリン・シャクジョン・クロット・ワージーが 兵と共に礼拝堂に乱入し、ルーベンスが描いた祭壇がや数々の彫刻をぶち壊して、ヘンリエッタ・マリアが所蔵していた宗教的な絵画、書物、礼服を燃やし尽くした。1643年の夏に、ロンドンの代わりに新しく王宮が置かれたオックスフォードへ向かって南下していたヘンリエッタ・マリアは、その途中のオリックシャーのキネトンでチャールズ一世と再会を果たした。この ヘンリエッタ・マリアがたどった旅程は、内戦の最中のイングランド中部地方を縦断するという非常に困難なもので、チャールズ一世のオイルパートも、ボリックシャーのストラトフォード・アポン・エーボンへ、王日越えの兵を手配している。困難な旅ではあったが、兵と共に屋外で食事を取ったり、途中で友人宅を訪問するなど、ヘンリエッタ・マリアはこの旅を非常に楽しんでいた。 ヘンリエッタ・マリアのオックスフォード到着は王妃を称える詩が作られるなど大きな頑固で迎えられた。この時、ヘンリエッタ・マリアの口添えで長身ヘンリー・ジャーミンがチャールズ一世から男爵位を与えられている。オックスフォード大学マートン・カレッジ礼拝堂。イングランド内戦中にオックスフォードに滞在していたヘンリエッタ・マリアの個人礼拝堂として使用された。 1643年の秋から冬を、ヘンリエッタ・マリアは、チャールズ一世と共に、オックスフォードで過ごした。この場所で、イングランド内戦前と同様に楽しく休憩、生活が送れるように、ヘンリエッタ・マリアはできる限りのことをしている。オックスフォードでのヘンリエッタ・マリアの住まいは、ロンドンの王宮から運ばせた、調度品で飾られたオックスフォード大学、マートン・カレッジの学長室だった。 ロンドン時代からヘンリエッタ・マリアの川近くに仕えていたデンビク夫人、スーザン、劇作家、ウィリアム・ダブナント、宮廷小人はオックスフォードでも変わらず傍らにあり、ヘンリエッタ・マリア自らブリッド・リントンで救出したミッテをはじめとする犬たちも部屋に溢れ返っていた。しかしながらオックスフォードは王宮であるとともに国王派の拠点として軍事要塞化された都市であり、 この相反する雰囲気がヘンリエッタ・マリアの心をしばしば痛めさせる要因ともなっていた。1644年初頭頃から国王派軍の戦況は悪化していった。議会派軍がイングランド北部で国王派軍を圧倒し始め、3月のオールズフォードの戦いの敗北によってオックスフォードも安全な場所ではなくなり、当時ヘンリエッタ・アンを身ごもっていたヘンリエッタ・マリアは、 イングランド西部の安全なバースへと避難することが決まった。チャールズ一世は自身と行動を共にすることとなった二人の王子、チャールズ、ジェームズとアビンドンまでヘンリエッタアンを見送った後にオックスフォードへと戻っている。そしてこれがヘンリエッタマリアとチャールズ一世との最後の別れとなった。 ピエール・ミニャールが1665年から1670年頃に描いたヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世の末娘ヘンリエッタ・アン。長次でフランス王類14世の弟ルレアンコ・フィリップ一世皇妃となった。ヘンリエッタ・マリアはバースからさらに南西の都市エクセターへと移動し出産に備えた。しかしながら議会派軍の指揮官であるエセックス博。 ロバート・デバルート・ウィリアム・ウォラーは、国王夫妻が離れ離れになっているという状況を、有効に活用しようと暴略を巡らせていた。ウォラーが、チャールズ1世を追跡して、国王軍の足止めをしているうちに、エセックス博がエクセターを攻撃して、ヘンリエッタ・マリアを捕らえ、チャールズ1世に対する有効な切り札にしようと、画策したのである。この計画に従って、6月に、 エセックス白率いる軍隊がエクセターへと進行した。当時出産間近だったヘンリエッタ・マリアの健康状態は思わしくなく、チャールズ一世はロンドンに残っていた王室 G テオドールド・マイエルヌに対して危険を犯してエクセターまで赴き、ヘンリエッタ・マリアを看病するよう依頼している。6月16日にヘンリエッタ・アン王女を出産した後の ヘンリエッタ・マリアの容態はかなり悪化していたが、エセックス博の脅威が身近に迫り、エクセターから逃れることを余儀なくされた。逃避業が危険なものになることは明白だったために、ヘンリエッタ・マリアは生まれて間もないヘンリエッタ・アンをエクセターに残し、7月14日にコーンウォールのファルマスからオランダ船でフランスに向けて出港した。旅の途中に、ウォリック博、 ロバート・リッチが率いる議会派の軍艦から激しい攻撃を受けたが、敵に投降することなく、航海を続行させたヘンリエッタ・マリアは、フランスの軍港ブレストに到着し、自身の実家であるフランス王家に保護された。ヘンリエッタ・マリアの脱出から12日前の7月2日に、ルパートの国王軍は、マーストン・ムーアの戦いで、大敗、1644年の終わり頃には、 チャールズ一世の立場は極めて脆弱なものとなっていき、ヘンリエッタ・マリアがヨーロッパ大陸で募る軍資金と兵士が必要不可欠となっていた。しかしながら1645年になってからも国王派軍は敗北を続け、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ一世が交わす書簡も議会派軍が降奪し、その内容を暴露される始末だった。そして6月14日のネーズビーの戦いでの 敗戦が国王派にとって極めて大きな敗北となった。第一次イングランド内戦の奇数を決定づけたのは、このネイスビーの戦いと、翌7月のラングポートの戦いで、この二つの戦闘による敗北で、国王派軍は事実上壊滅したと言える。そしてチャールズ一世は1646年5月に、当時スコットランドで最大派閥だった。 長老派の軍にノッティンガムシャーのサウスウェールで投降したが、その後イングランドの議会派に身柄を引き渡された。2> 第2次、第3次イングランド内戦亡命中のフランスで、ヘンリエッタ・マリアが住まいとしたサンジェルマン・アンデー城。いずれあるシルベストルによるエッチングフランス政府の飛護のもとで、パリに今日定めたヘンリエッタ・マリアは、 ケネルム・ディグビ卿を総責任者に任命し、サンジェルマン・アン・レで国王派の亡命宮廷を組織し始めた。1646年に議会派の手を逃れてイングランドの当初部を転々としていた王大使、チャールズをパリのヘンリエッタ・マリアの元に連れ戻すという計画が持ち上がった。ヘンリエッタ・マリアもこの計画の実行を強く望んだが、チャールズは自身が フランス B 期のカトリック信者とみなされるという理由で当初この計画を拒否している。最終的には粘り強くチャールズの説得を続けたイングランドの国王派の努力が実って1646年7月にチャールズはフランスのヘンリエッタ・マリアと合流した。サミュエル・クーパーが1650年頃に描いたオリバー・クロムウェルの肖像。クロムウェルは議会派を軍事面で支え、 イングランド内戦の重要な戦いに勝利をもたらした有能な軍人でチャールズ一世処刑後の1653年から五国教としてイングランド共和国を支配した。フランスでのヘンリエッタ・マリアはうつうつとした生活を送っていた。ヘンリエッタ・マリアはイングランドの議会派の中でも恩恵で比較的国王寄りだった長老派と手を結ぶことによってスコットランドの支持を取り付け、 その軍隊をイングランドに差し向けることによって議会派を打倒するようチャールズ一世を説得しようとした。チャールズ一世は秘密裏に王宮内以外では長老派を支持し長老派による議会を成立させるという約束でスコットランドと軍事同盟を結んだ。この軍事同盟を契機として第二次イングランド内戦が始まった。パリのヘンリエッタ・マリアもできる限りの軍事的支援を 行ったが、六百四十八年に、スコットランド軍は、プレストンの戦いで、議会派に大敗し、第二次内戦は短期間で終結。チャールズ一世は、議会軍の捕虜となってしまった。フランスのサンジェルマン安例城の亡命宮廷では、反議会派の機運が高まりつつあった。ヘンリエット・マリアは、ロチェスター博ヘンリー・ウィルモット、ジョージ・ディグビー、アニックのパーシー男爵ヘンリー・パーシー。 カルペパー団クジョンカルペパー、チャールズ・ゲラルドラ、国王派の亡命者たちを組織した。しかしながら、ヘンリエッタ・マリアの王宮では、派閥争い、対立、さらには、果たし合いが絶えず、ルパートとディグビーとの決闘を阻止するために、ヘンリエッタ・マリアが両者を拘束したことすらあった。しかしながら、またも、ルパートとディグビーとの間で、さらに、 ルパートとパーシーとの間で起こった血統沙汰を止めることはできなかった。1649年にチャールズ一世は議会派の手によって処刑された。国王の死は残されたヘンリエッタ・マリアを悲惨に暮れさせ、さらにその暮らしを困窮に陥れた。当時のフランスではフロンドの乱が勃発しており、ヘンリエッタ・マリアが頼みとする、 老いのフランス王イ14世も資金繰りに苦心していたのである。ピーター・レリーが王政復古後の1660年代に描いたチャールズ2世の王帝ヨーク公、ジェームズ2世と最初のツマーンハイド。ナショナルポートレートギャラリー所蔵スコットランドを味方につけ、スコットランド王として即位したチャールズは、イングランドの議会派を打倒すべく、第三次イングランド内戦を起こした。 この時サンジェルマンを根拠としていたヘンリエッタ・マリアを取り巻く国王派と1648年からヘンリエッタ・アンから離れてハーグに亡命していたチャールズに従うオーモンドコ、ジェームズ・バトラー、インチクイン男爵・マロー・ブライエン、そしてヘンリエッタ・マリアが忌み嫌っていたエドワード・ハイドラ、古くからの国王派が協力して内戦を戦った。フランスとオランダに分かれていた。 国王派は一つに団結したが、国王派に対するヘンリエッタ・マリアの影響力は衰えていた。そして、1651年9月3日のウスターの戦いに敗北したチャールズはイングランドを逃れて大陸に亡命し、第3次イングランド内戦も議会派の勝利で終結した。1654年にチャールズは亡命宮廷をドイツのケルンに移し、 サンジェルマンに残っていたヘンリエッタ・マリアの影響力を完全に断ち切っている。ヘンリエッタ・マリアは信仰と子供たち、特にお気に入りで、ミネッテという愛称で呼んでいた末娘ヘンリエッタ・アン。後に、ジェームズ二世として大いに就くジェームズ。そして1660年に20歳で溶接する。 ヘンリーの教育に生涯を捧げるようになっていった。ヘンリエッタ・マリアは、ジェームズとヘンリーの二人の王子をカトリックに改修させようとした。ヘンリーに対する改修の働きかけは、亡命国王派とチャールズからの怒りを買って、成功しなかったが、ヘンリエッタ・アンは、カトリック信者として成長した。1651年に、ヘンリエッタ・マリアは、シャイ員用に女子修道院を設立し、 六百五十年代のほとんどをこの修道院で過ごしている。ピーター・レリーが王政復古後の六百六十年に描いたヘンリエッタ・マリアの肖像画、コンデ美術館所蔵後国境、オリバー・クロムウェルの死去後間もなく、イングランド共和国は瓦解した。イングランド議会は、チャールズの国王即位を承認し、六百六十年五月に、チャールズが、イングランド王チャールズ二世として、 退官後、ヘンリエッタ・マリアも同年10月にヘンリエッタ・アンと共にイングランドへ帰還した。ヘンリエッタ・マリアがイングランドに戻った理由の一つとして、クラレンドン吐くエドワード・ハイドの娘アンと王弟であるヨークコー・ジェームズとの密通が挙げられる。アンはすでに妊娠しており、ジェームズはアンに結婚を申し込んでいたのである。ヘンリエッタ・マリアは以前から エドワード・ハイドを嫌っており、その娘案を皇妃として迎えることに難色を示したが、チャールズ2世が賛同したために、この婚姻は成立した。イングランドでのヘンリエッタ・マリアは、潤沢な宮廷費を与えられて、サマセット・ハウスを邸宅とした。イングランドに帰還してからも、大衆からのヘンリエッタ・マリアの人気は相変わらず低く、詳細な日記を残したサミュエル・ピープスは、 ヘンリエッタ・マリアの美典として、わずか3つのトルに足らない事柄しか挙げていない。1661年に、ヘンリエッタ・マリアは、末娘、ヘンリエッタ・アンと、フランス王類14世の弟オルレアン公、フィリップとの結婚をまとめるために、フランスへと渡った。この二人の結婚は、イングランドとフランスの関係強化に大きな役割を果たすことになった。 ヘンリエッタフィリップとの婚礼を見届けると、ヘンリエッタ・マリアは1662年に、チャールズ2世、ルパートと共に、イングランドへと戻った。ヘンリエッタ・マリアはそのまま、イングランドで一生を過ごすつもりだったが、1665年に、ひどい帰還支援を患い、これは、湿気の多いイングランドの気候が原因ではないかと、考えた。ヘンリエッタは、同年に、 フランスへと渡り、パリのオテルドラバージニエール、現在のオテルド指名で暮らすようになった。1669年8月に、ヘンリエッタ・アント・オルレアン公、フィリップの次女アンナ・マリーアが生まれている。アンナ・マリーアは、後のフランスルイ15世の母方の祖母にあたり、ヘンリエッタ・マリアの血筋は、現在のヨーロッパ諸国の王族のほとんどと、関係していることになる。そして、 アンナ・マリアの誕生後間もなくの1669年9月10日に、ヘンリエッタ・マリアは、パリ近郊のコロンブ城で死去した。死因は、鎮痛剤として服用していたアヘンの過剰摂取だった。ヘンリエッタ・マリアの遺体は、歴代フランス王族のショサンドニ大聖堂に埋葬され、心臓のみ、銀の小箱に収められて、ヘンリエッタ・マリア自身が、シャイ員用に建てた女子修道院に葬られた。 ありがとうございます。